京橋は和歌山県和歌山市の中心部を流れる市堀川にかかっている本町通りの橋。この橋がかかっている市堀川はかつては和歌山城の外堀であり、京橋は木内と城外の境界でもあった。そのため、京橋には京橋五門が存在し、厳重に警備されていた。奇襲藩主が参勤交代で江戸へ向かう際は京橋五門を通ったとされる。 京橋五門から城内へ入ると広大な三の丸が広がっており、奇襲藩の家老などの重心の屋敷が並んでいた。現在、かつて城内であった三の丸や西の丸等には、和歌山市役所や和歌山地方裁判所を、はじめ公的機関や学校、商業施設、オフィス街などが立地している。現在の橋の上流側には、1992年に、 設置されたからくり時計がある。籠の形をしており、奇襲が舞台となっている同様、マリと殿様のメロディが流れる仕掛けになっている。ちなみに、京橋の和歌山城川は地面が高くなっており、かつて城内であったことを忍ばせている。また、橋の南詰西側に京橋門市の石碑が建てられている。京橋五門から、 直線距離で300メートルほど進めば市の橋五門があり、市の橋を渡れば内堀の中となる、和歌山市京橋にある道路原表記念碑です。ありがとうございます。